寝たまま足を動かすだけで内臓脂肪がどんどん燃える。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。私の動画をコツコツ頑張ってる方、たくさん結果が出されてます。おめでとうございます。今回は食後にお腹が出る、腹囲のサイズがなかなか減らん、そういった方にぴったりなアブダイエットを紹介していきます。スマホ見ながら一緒にやっていきましょう。腹筋中に腰が痛くならないように、まず腰を伸ばしましょう。足を抱えてキープです。まずは腰の筋肉伸ばして、腹筋力入りやすくしましょう。今回はですね、ストレッチを行った後に腹筋メニューが約8項目ぐらいあります。最後にクールダウンが2種目という構成になっています。そして今回のメニューはね、1セット目は練習、2セット目を上手に行うように各2セットずつ行っていきます。頑張りましょう。はい、 OK です。じゃあまずはですね、寝た状態で膝を曲げたら片足だけ抱えていきます。まずは練習です。足を抱えるときに腰を床につけながら足を抱えてください。そうすることでお腹の下側の筋肉を上手に使うことができます。お腹を引っ込めながら足を抱えるイメージです。息を吐きながらお腹をへこませて、腰床つけて足を抱えてください。それでは反対も同じように1セット目練習です。足を抱えて腰を床に押し付けるイメージですね。やっていきましょう。足を抱えながら下っ腹のおへそをですね、上に向けるイメージで足を抱えます。ちょっと余裕があるよって人はね、上半身起きたままやってもね、いいですよ。起きたままやると上部も一緒に使うことができます。 OK、 今の両足で2セット目行っていきます。ぐーっと抱えます。腰を床につけた状態から足を抱えてください。息を吐きながらですね、膝が少し開くのはね、結構ですからね、自然とお腹を使って腰を丸めながら足を抱えるイメージです。これもね、ちょっと余裕があるよっていう人は起きたままねやってもいいです。はい、 OK です。で今度はね、お尻を持ち上げて足肩幅にして交互に足を抱えてみましょう。まずは1セット目練習です。この時にね、お腹を突き上げてしまうとただの股関節を動かす運動になるので、ちゃんとね足を抱えながら腰を丸めてください。このように腰を丸めなかったらこういう感じでダメな例になります。いい例は腰を丸めながら腰が床につくかなぐらい。 OK、 今のことをしっかり意識して次2セット目やってみましょう。必ずね、腰を丸める動きが腹筋運動ですから、それをしながら足を抱える。息を1回ずつ吐きながら足を動かすんだけど、お腹が縮まって腰が丸くなることで足が動いてくるようなイメージでやってください。もしスマホね持ってくの辛い人は置いててもいいです。もしくはね、肘を床についてやってください。よーし、 OK。 で今度は寝たままで足を伸ばして上げてつく、
伸ばしてきつく練習しましょう。足を伸ばすとちょっと腰に隙間ができて、足を曲げると腰の隙間が埋まるっていうイメージです。この息を吐きながら、ふー、吸って、吐く、吸って、吐く。腰の隙間をしっかりね、埋めてください。OK。次2セット目。上手にお腹を使う意識。腰を床につける意識。足をしっかり抱える意識。この3つを意識してみてください。腰を埋めながら足をできるだけ抱える。これで下腹がね、鍛えられてますからね。足を抱えるときにちょっとお腹をね、触ってみてください。硬くなってたらばっちり。もし柔らかいままだよって人はね、ちょっと体を起こしてやるとね、お腹使う感覚がね、わかると思います。よし、OK。今度はですね、足を伸ばして曲げて、伸ばして曲げて、L の字に動かしてみましょうか。まずは練習。伸ばして曲げたら腰床つけて上に伸ばす。腰床つけて下に伸ばす。上、下、これで下腹しっかり使います。もしきつい人はね、一回ずつ降りてあげてもいいです。OK。じゃあ今のを意識して、ちゃんと上手にやってみましょう。腰を床につけてね、押し付けて、足を伸ばしても離れないようにキープして曲げる。足を伸ばしたときに腰がやっぱり浮いてしまうよとか、体がね持ってかれるよっていう人は足を全部伸ばさなくてもいいです。これぐらいから上に伸ばす。これぐらいから上に伸ばす。余裕がある人はね、起きてやってみて。 OK。はい、そしたら今度はですね、膝を抱えて90度で、膝で円を描く感じで回してみましょう。まずは練習ですね。右の腰、左の腰っていう感じで、下っ腹を使ってますからね。呼吸をね、ふー、真ん中です。ふー、戻ったら吸う。ちょっとですよ。はい、じゃあ今度は反対回しも同じようにやってみましょう。腰を床につけながらですね。慣れるとね、丸を大きくしてもいいです。腰を床に押し付けて、腰を支点に足を動かしているイメージです。息を吐きながら、足を動かすっていうよりはね、お腹を支点に足が勝手に円を描いているイメージ。楽な人は体を起こしてみて。 OK。 で今度はね、今の応用編、大きくちょっと回してみましょう。じゃあ2セット目、ちょっと大きく円を描いてみてください。今度は下っ腹だけじゃなくてね、腹斜筋も使えてますから、ウエストを細くするのにね、すごいおすすめ。寸胴の人はね、やっぱり腹斜筋が弱いので、
しっかりね、腹筋鍛えましょう。よし、OK。じゃあ2セット目の反対方向行きましょう。ふぅ、あとちょっとで終わりますからね、頑張って。よっしゃ、行こうか。大きくちょっと円を描いてみてください。息を吐きながら、腰を片方ずつ床につけながらですね。ちょっと楽だよ、まだいけるぞっていう人は体を起こしてみて、オッケー。それではうつ伏せになりましょう。お腹のストレッチです。手を脇の下についたら体を伸ばしましょう。足はね、自然と開いてください。もしね、鼠径部の方が浮いちゃう人は、手をもうちょっと前に出してね、体を反らしてみて、腹直筋を伸ばしてますよ。あとはクールダウンですからね、リラックスしながら、呼吸を整えましょう。今度は上を向いて腰のストレッチをしましょう。両足を抱えてキープです。よっしゃ、この腹筋運動ってね、やっぱりね、お腹と腰両方使って丸くしてっていうことを繰り返してますから、腹筋の弱い人はね、腰に力が入りやすいし、腰が逆に硬い人はね、腰がね、伸ばされて痛くなることがあるんで、ちゃんとね、ウォームアップ、クールダウン、必ず入れてください。腰痛めると腹筋できなくなりますからね。よっしゃ。OK。今回の腹筋メニュー、2日に1回ぐらいのペースがおすすめです。呼吸をしっかり意識して行うことで、お腹周り早く引き締まってきますから、まずね、1回目終わったらウエストを測って、日々続けながらお腹周りチェックしてみて、経過はコメントで教えてね。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。